もお疲れ様です。速稼塾の久保です。私たまにね、アラフォー恋愛っていうやつを朝のライブ放送などでやることが多いんですけども、こちらのねアラフォー婚活、特に女性バージョンのアラフォー婚活ですね、非常にね一部の方から支持していただいてて、で定期的にね40代の方、当事者の方からメッセージいただくんですよ。で今回その中での一部、私の塾生の思いをですね、こちらの方で一部公開させていただいて、それについて私もね、アドバイスをしていこうかと思います。で今回は原文そのままを紹介したかったんですけども、ちょっとあまりにもね個人が特定されるような文章と、あとはねものすごく感情的になってるんでしょうね、文章が前後するところがありますので、私の方でリタイプさせていただいてまとめさせていただきました。でご本人さんにOK もいただいたんで、これね公開しながらですね、私のアドバイスにさせていただきます。それでは行ってみましょう。はい、女独身42歳、後悔と絶望に押しつぶされそうですというタイトルですね。塾長さん、今回は塾長の朝のライブ放送でのアラフォー女性の婚活シリーズ、これをまたお願いしたくて私の経験をお送りします。私は26歳でプロポーズを断ったことを今でも後悔しています。あの時もっと慎重に考えるべきだったと思っています。もっと素直に自分の気持ちに従えばよかったのでしょうか。女は家庭が一番というのは全ての女性に当てはまるわけではないと思いますが、少なくとも私には当てはまっていたようです。そんなことを今になって分かっても仕方のないことなんですが、それでも当時は仕事に夢中だったんです。将来のことを考える余裕もなかった、その頭もなかった。ただただ自分の若さに浮かれていたんです。それに相手との価値観の違いも感じていました。塾長のお話を聞いていると、価値観が違っても結婚はできるし恋愛もできる、しかし年齢が違いすぎると価値観が違わなくても恋愛はできなくなるということが身に染みてきます。今になって冷静に思うと、あの時結婚しておけばよかったと日々後悔するんです。あの頃はまだ若くていろいろな可能性があった。若さがなくなり可能性はいろいろなくなった。今はもう42歳、感覚では20代の時とあまり変わらないつもりなのですが、現実をそろそろ受け入れなくてはダメですね。今となっては結婚するなんて夢のまた夢です。周囲の友人たちは結婚して子供を産んで幸せそうに暮らしている。私もいつかそんな風に暮らしたいと思っていたんです。でももうそんなチャンスは訪れないのかもしれない。このまま孤独な人生を歩むのかと思うと心が空虚になる。もうデートらしいデートは10年以上していない。誰かに愛されたい、必要とされたいという気持ちが強く湧き上がります。周囲には結婚している友人ばかりで相談する相手も見当たらない。そもそも会うきっかけも見つからない。これが50代60代も続くのかと思うと孤独感と虚無感に押しつぶされそうになり、涙が溢れてしまうこともあります。26歳のあの時、なぜもっと素直になれなかったのか、なぜもっと自分の気持ちに正直になれなかったのか。26歳、あの時精一杯の勇気を出してプロポーズしてくれた彼は、結局あれから数年後、私ではない別の誰かと幸せな暮らしを送っていると聞く。子供は中学生になったらしい。その彼の家庭のキッチンで家事をする姿は私ではないけれど、そこには価値観の違いはあるにしても、それを乗り換えるだけの幸せがある。後悔してももう過去は変えられない。ただこのまま何もせず人生を終わらせたくないんです。塾長を助けてください。何かまだできることがあるはずですよね。もう一度恋愛に挑戦してみようと思うんです。誰かと出会って幸せな家庭を築きたいんです。42歳という年齢は大きな壁となることは分かっています。若い女性には到底かなわない。それでも諦めたくないんです。自分自身を大切にし前向きに生きていけば必ず幸せな未来が待っているはずですよね。
42歳という年齢は決して遅いことはないと思います。塾長も40歳を過ぎてからの結婚だと聞いています。確か45歳、娘さんのような年齢差での結婚だったと思います。おおよそ価値観なんか違いすぎるとも思います。アドバイスをいただければ幸いです、ということですよね。アドバイスしましょうか。42歳、これから出会うまでに1年かけて、そこから結婚する相手かどうか判断して、また相手の方にも判断してもらって、実際にその時が訪れるのか、まあ、早く見積もって45歳じゃないですか。まあ3年でね、出会ってから結婚まで行けば、まあまあスピードだと思いますよ。ね。20代の頃にお付き合いされた方いたと思いますけども、26歳になって、この人はどうもなぁと思ったわけでしょ。しかも、プロポーズしてくる相手っていうのは、まあ、概ね、OK されると思って、プロポーズしたはずなんですよ。それを、やっぱりね、考えさせてみたいな感じかどうかわかりませんけども、お断りになるってことは、26歳でまだ余裕があると思っていたわけですよね。だからそこに見立ての間違いがあるんですよ。いや、26歳でプロポーズ、すでにオーバーボーダーだと思わなくちゃいけなかったですね。まあ、女性の時間の進み方と男性の時間の進み方、残念ながらイコールではないんですよ。まあ、中学や高校の頃にね、女の子は彼氏ができる例があると思いますけども、男性はまずできません。できたとしても大したお付き合いができなくって、女の子を退屈させますね。まあ、それはしょうがないですよね。そういった恋愛のそもそものスピード、最初のきっかけからしても違うんですよ。だから旬が過ぎるのも女性の方が早いんですよね。26歳、男性としてはどちらかというとまだ未熟で、あと10年男を磨かなければ、自分が結婚相手に選ばれることもなければね、結婚相手を指名することもできないと思います。その中で勇気を出して26歳のあなたにね、結婚申し込んだってことは、まあ、本当にね、本当の意味で勇気を総動員したと思いますよ。で、振られた時はかなりショックだったと思います。お互い真面目に付き合った時期があって、そろそろいいかなと思ってプロポーズしたはずなのに、これでもダメなのかと思ってね、かなり落ち込んだんじゃないですかね。でもそれを乗り越えて、別の方と恋愛を始めて、そして数年後に結婚して、今ではお相手の方に中学生のお子さんがいらっしゃるわけでしょ。だから時間っていうのをきちんと意識して進めてきたってことなんじゃないですかね。まあそれだけじゃないと思いますけども、まあ少なくとも26歳でプロポーズを受けた時に、これが最後のチャンスって思って、やっぱり正しかったんだと思います。30までは大丈夫っていうふうにね、そういった気持ちってのは多分女性の中にあると思いますけども、男性はですね、30までの女性を見てはいますが、ただ大体25歳までで一つの区切りをつけると思います。このね、24歳と25歳の1年の違い、一つの差っていうのは、数字、年齢は記号じゃないってことの証明になるぐらいすごく重要ですよ。これはね、どうしようもない。理屈じゃなくて男性の感情の話なんで、それは受け入れないといけないですよね。特に結婚しようと思っている女性がね、相手の価値観を否定してどうにもならないと思います。だから24歳と25歳にはそれだけの大きな差を男性は持っているんだということを受け入れた上で、26歳の私にプロポーズをしてくれたってことは、どのぐらいの勇気、人生をかけてくれたのかってことを本当はね、ありがたく思わないといけないですよね。まあその上で、ありがたいからって何でも受け取るってことではありません。その上で正確な判断ができればいいんですけども、残念ながら今回正確な判断ができていなかったってことを後悔して、でそれを踏まえてね、42歳の今になって再スタートを切ろうとしてますよね。まあ、ですんでね、42歳からでも遅いことはありませんけども、ただ26歳の時に自分に集まってくれた男性のような人を求めていたんでは結婚はできないです。恋愛もできないです。多分ディナーにすら誘われてないと思います。ですんでこれからはね、ちょっと違った感覚で自分の恋愛観っていうのを舵を切り返していかなくてはいけませんね。具体的に言うと、
狙うのは年上になります。年下でもなんとかいけると思っている限りは一歩も前に進みません。年上の中でも狙い目は、そうですね、死別して奥さんがいなくなって何年か経った、そんな男性かなと思いますし、まあもしくはね、もうまっさらで未婚の男性ですか、年齢はいずれも50代になってきます。50代の男性でも実はね、40代の女性を選ぶかっていうと非常に疑問です。60代の男性だったら再婚相手として40代の女性を選ぶ、これはあり得ると思います。50代の男性でもね、やっぱりね、20代の好みの女性じゃなかったら独身を選ぶんですよ。その辺も女性と男性の独身に関する感覚の違いです。女性は、特に今回こうやってねご相談いただいた女性は独身を寂しいと感じると思いますけども、男性の場合は独身を自由で楽しいって感じるんですよ。だからわざわざね、その楽しい50代を結婚に捧げようって思わないんですよね。思うとするとそれだけの見返りがあるような女性を選ぶんですよ。だからこの見返りってのが一つのチャンスになると思います。42歳で婚活をしようと思う今回のねご相談者さん、名前はちょっとね伏せさせていただきますけども、結婚するとしてどんなことを自分は提供できるか、それを今回のレターに一切書いてないんですよね。自分の気持ちの辛いことは分かりました、寂しい気持ち、今後のこと分かりました、でもその自分の寂しさや苦しさを埋めるために誰かをあてがってもらうってことではないと思うんですよ。結婚っていうのは自分の人生を、勇気を、全てをかけて相手に捧げることだと思うんですよね。まさに26歳の時にプロポーズをしてくれた彼はそれをやってくれたわけなんですよ。で、今ならその人の気持ちがわかると思いますので、まさにね、その人があなたにプロポーズをしようとしたその気持ちのまんまにやり直してみてはいかがでしょうかね。どうでしょうかね。それからね、私のことも書いてくれてますけども、もう私はね、これもね、今までもお伝えしたと思いますけども、もう私はね、今の奥さんと結婚してもう10年になりますけども、私の方からその奥さんにアプローチしたわけではないんですよ。まあこれはね、本当に男の側から言うのはあんまり良くないと思いますけども、あえて今回はお話ししますね。もう、あくまで彼女の方からね、私に一方的に言い寄ってきたんです。で、ここまで熱烈に来てくれるんだったら、もうこれはこれで運命だと思うしかないなと思って、私が後からね、じゃあそういう風にしようかっていうことで、出会ってから2週間で婚約したんですよ。だから私の方でね、宿泊苦労して、そういう風な道をね、取り付けたわけではないんですね。むしろ彼女の方が私の住まいに転がり込んできて、あれこれと私にこうね、行く道を、まあ、閉ざしたってわけではありませんけどもね、私に腹を決めさせたってことなんで、本当に、いわゆる簡単でした。私がすることといえば、当時お付き合いしていた他の女性と別れることだけだったんですよ。まあそして私もね、やっぱりこう若い娘さんを預かるわけなんで、まあお相手のご家族にすぐにお会いしに行って、うちの両親との会食もすぐに設けて、まあそしてまあ同棲はしてますけども、すぐに結婚はしますんでということでね、固い約束をその場で交わしてですね、それからというもの、商売も手を引いて田舎に引っ込む、そんな決意をしたわけなんですよね。お金、財政状況も悪かったんですけども、別に彼女から私年収を聞かれることはなかったですね。だからね、そのぐらいね、感情的に依存させてしまえばね、私の場合は何か作戦を弄したわけじゃなくて、たまたまなんか好みだったんでしょうね、彼女はね、だから価値観とかなんとか年収とかそういう細かいこと抜きにして一緒にいたいというふうにビビッと思ってくれたんでしょうね。で、私も彼女のことを見ると、まあ、好みのタイプでもあったんで、これは言うことないなと思ったわけですね。だから本当に私の例っていうのは何か策を下ろして何かやったわけじゃないんで、あんまり参考になりません。まあ、むしろ向こうから飛び込んできたっていうのがね、正直なところなんで、まあ、彼女の名誉のためにはね、あんまり言いたくないんですけども、まあ、そんなことでしたから、もしその中からアイディアをひねり出すとしたら、
向こうから言い寄られるぐらいの女に今からなることですね。逆に今までそういうふうな42歳を作り上げなかった期間というのは一体何やってたんですかってことですよ。まあ厳しい苦言になってはいけないんでこの辺にしときますけども、まあ、今後ねまたしっかりとしたご相談させていただきたいと思いますので、あとは直接のやり取りにしましょうか。はい、じゃあ今回は以上でございます。皆さんの参考になれば幸いです。ではお疲れ様です。